はい、お願いします。はい、それでは、第3編のその技術編です。今新型コロナウイルスに関しては簡易の検査キットはまだ開発されておりません。したがって新型コロナウイルスに感染したか否かは RT-PCR という遺伝子検査の方法しかないんですね。で、確認しますとコロナウイルスの中にあるこのまあ表面突起物質とかいろいろあるんですが、これを例えば検出、新型コロナに特化して検出することができるようになれば将来簡易検査ができるかもしれませんけど、今のところその技術が開発されていませんので、この中にある RNA の、がコロナウイルス独特の配列暗号を持っていますので、それを見分けて、検出するのが実験手法です。それでは、その実験手法について説明いたしましょう。患者の核胆液、まあ、被験者ですね、まあ、検査をする人の核胆液などが、運び込まれてくると、その中には、まあ、いろんなものが入っているんですね。そのこれ感染していた場合を想定しまして、まあ、コロナウイルスの RNA が入っている他にも、人自身のさまざま使っている RNA も入っています。それから人の細胞から取ってきますので、他の、人の DNA なんかも入っているんですね。で、これをまずその DNA を分解する酵素で、分解します。そして RNA のみを吸着させるプロセスをします。まあ、この前半は実は省略もできるんですが、まあ、RNA のみをできるだけ純化させる形ですね。次にこの RNA だけになったんですが、この RNA の中にはコロナウイルスの RNA もあるけど他の RNA も混じってます。で、ただちょっとそれは、とりあえず保留にしといて、とりあえず RNA 自身をDNA に置き換える必要があるんです。なぜかというと、DNA しか高速に増殖して検出する仕組みが今のところないので、まず一旦 RNA の情報を逆転写というので、逆転写酵素というので DNA に片側を置き換えます。で、転写の逆だから逆転写と言います。で、そうしてそうするとこちら側の RNA が次に外れて DNA だけの2本差になります。で、これはそれぞれの情報の DNA を、まあ、RNA の情報を写し取った DNA なんですけど、この DNA の中でこれが特に乗るコロナウイルスの由来の情報を写し取った DNA ということになります。さて、ここからが技術的に非常に重要なんですが、このウイルスの RNA から逆転写した DNA に特異的に結合する DNA プライマーというものを加えます。で、プライマーというのは、コロナウイルス、新型コロナウイルスの塩基配列にだけにピタリと貼り付くプライマーというのは、厚生労働省、国立感染研究所で作られておりまして、それを配布された研究所はこれを持っているわけですね。で、持っていてこれを使うんです。で、どういう処理をするかというと、 DNA、 こうやって逆転写作った DNA をまず90度にして逆転写、2本差を1本差にほどきます。そしてその上でプライマー、60度ぐらいにしますとプライマーが貼り付くんですね、この片側に。で、その次に、そのプライマーを起点に DNA の反対側の鎖が複製されるんです。で、これを再び解くとバラバラになると。で、またこうプライマーが貼り付いてまた複製するということを繰り返していきます。そうすると DNA の2本差が2、4、8、16というように倍々ゲームで増えていきまして、で、その増えた様子が、まあ、蛍光、光が発光する形で捉えれる装置がリアルタイム PCR 装置というのがありまして、これで捉えることができます。それではリアルタイム PCR 装置での、陰性陽性の判定について確認します。左が陽性の場合です。新型コロナウイルスの遺伝子を含んだ RNA を含んだ検体の場合には新型コロナウイルス由来の DNA が PCR で増幅します。プライマーが貼り付いて増幅します。で、それが蛍光で検出されまして陽性と出ます。一方、右側が
新型コロナウイルス遺伝子を含んでなかった場合ですが、プライマーが、その他の、DNA には貼り付きません。その他の RNA 由来の DNA には貼り付きませんので増幅しません。よって、蛍光反応はありませんので、それをもって陰性とみなすわけです。さて、このリアルタイム PCR 装置とかこのウイルス RNA 検査の手段はすでに船橋の保健所では実施されております。コロナ以外については実施されています。で、船橋の保健所がある保健福祉センターですけど、そこに検査室がありまして、これはまあ、バイオハザードのレベル5設定がレベル2ということですけど設定されておりまして、まあ、遺伝子検査、ウイルス遺伝子検査の他にこういう他の微生物検査とか理化学検査もしております。で、遺伝子検査室のがあります。で、この遺伝子検査室は、2つの意味で外の世界とできるだけ慎重に隔てる努力をしております。で、1つは、実験室内で取り扱っている検体が外に漏れないようにすること。で、もう一つは、実験者が、その特定の検体を遺伝子があるかどうか調べるわけですけど、そこに外から他のものが入ってもらってはむしろ検出が不正確になりますから、外から中にも入らないようにするということで、こういうふうに実験室に入る前に前の部屋と書くんですけど、前室というところが一旦隔てられてまして、そしてまたこの扉を入って次の部屋に入る、実験室に入るということになってます。で、ここで RNA などの前処理をしまして、まあ、RNA を取り扱いエリアに行きまして、で、これが逆転写、 RNA から DNA を作る装置です。で、それで DNA 取り扱いエリアで DNA に、まあ、順化させた後で、これが一番の肝である RT-PCR 装置、 PCR 装置でリアルタイム PCR というんですが、リアルタイムで、DNA の増幅が蛍光で検出できる装置ですね。で、これですでにノロウイルスなどの、遺伝子検査をしてますので、してます。で、船橋保健所については、専門の薬剤師が4人、獣医師が1人、計5名がこの技術を司っておりまして、まあ、ノロウイルスの検査などをやっております。よって技術的には、このコロナウイルスについても RT-PCR が必要なんですが、再びちょっとこちらに戻ってください。問題は技術の以前にこの試薬の問題なんですね。 DNA プライマーが厚生労働省が今のところ本日2月24日ですけど、厚生労働省国立感染研が配布しているのは、都道府県の衛生研究所並びに政令指定都市、例えば千葉県だったら千葉市ですね、それと一部の区ですね、特別区の保健所だけです。64万都市ですけど、中核市の船橋市の保健所は、まあ、配布対象になってないので、例えば明日やれって言われてもプライマーがないのでできないんですね。ただ技術的には可能ですので、まあ、中核市の保健所も下手すれば、他の県単位と同じ人口、が いる県市でありますので、中核市の保健所でもプライマーきちんと送ってもらって検査ができるように、明日ちょうど議会でそれを訴えていきたいと思っております。